ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。よろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が AMG GT53、 こちらをご紹介させていただきます。実は僕あの GT 結構乗らせてもらってるんですよ。お、はい、いいですね。撮影とかいろいろ、はい、ただ、うん、53は乗ったことないんですよ。あ、そうですか、はい、63と43なんですよ、はい、両極端ですね。そうなんです。でしかもまあ両方改造してあるんで、ちょっとノーマルにじったこと乗ったりしたことないんですけど、ちょっと53かなり気になるところなんで、うん、そうですね、はい、だって GT 好きですからね。 GT 好きです。そうですね、はいはい、ちょっとそんな車を今回ご紹介させていただきたいと思います。で車はこれ今回、まあ、53 AMG ご紹介させていただくんですけど、まあでかい。そうですね、大きいです。全長がもう5メーター超え。そうです。で幅に至った1950、はいはい、ほぼもう2メートル、うん、はい、もう超ワイド&ローみたいな。そうですね。ただ車のプラットフォームはなんか E クラスのステーションワゴンかなんかベースなんですよね。そうなんですよ。だからなんか元々大きいプラットフォームでそのまま大きく作ったんじゃなくて、はい、なんかこう一回りちっちゃい車を、ちっちゃいというか、まあ、ちっちゃくないですけど、ちっちゃくはないですけどね、はい、うん、をちょっとこうワイド&ローに作ったっていう感じなんですね。そうですね、はい、うん、なんかいろいろ CLS と結構バッティングするところもあるんですけど、はいはい、なんかさすがこう CLS ってやっぱりトップグレードしかAMG ないじゃないですか、はい、でこの GT の場合全部一応 AMG なんで。そうですね、 AMG 専用車ですからね、はい、ちょっと走りだったりとか、はい、その辺のスクリーンも抜かりないと思いますので、うん、ちょっとその辺を詳しく見ていきたいと思います、はいはい、でまず前回りからいくと4353に至っては、うん、63とちょっと違う衣装のバンパーがそうですねついてて、この辺のダクトがちょっとこう、うん、違うんですよね。違いますね、はい、ただまあ全部このパナメリカーナグリルで、はいはい、ついてたりとか、うん、あとヘッドライトなんかも全部このライトですよね。そうです。マルチビームのヘッドライトがついてて、はい、で色が定番のオプティシアンブラック、オブシディアンブラック、オブシディアンブラック、オブシディアンブラックですね、はい、定番の、はい、そんなのになってて、うん、もうボンネットもだからなんかもう平べったさをこう、うん、なんかものすごく強調してますよね。そうですね、うん、でこのプレスラインもこう真ん中にこうよく見ると2本走ってて、はい、うん、なんかちょっと最近のあの AMG のコンプリとかは多いですね。あのパワーバルジーじゃないですけど、こう2本こう波がこうビュッと、なんか結構クラシックのから続く流れですよね。 そうですね、はい、うん、そんなプレスラインも入ってて、うん、横に行くとまたこのフェンダーのラインがすごいですよね。はい、こうコースもね、そう、こうじゃないですもんね、うん、だから膨らみも結構張り出しが強いですね。だからもうデザインもなんか本当にすごくこう低く見えるように、はい、ワイドに見えるようにデザインされてるなっていう感じしますね、うん、そしてホイールが最近これ多いですね。そうなんですよね、ここを厚く取って、うん、なんかちょっとレーシーな、うん、車外のホイールでも今すごく増えてますよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、ランドなんかでもこの、うん、まあ、フランジというかリムの部分というか、うん、こうかなり厚く通る、まあ、なんかレーシングホイールからをちょっとこう、うん、イメージというか、まあ、確かにそうですよね、みたいですよね、はい、そしてブレーキなんかも、まあ、しっかり6ボットの、はい、ちょっと63よりかはちょっと一回りだけ、一回り小さい感じですね、小さいタイプも、はいはい、ついてますけれども、そしてフォーマチックプラスってことで、はい、なんかフォーマチックとフォーマチックプラスの違い、うん、まあ、土方さん聞くまでもないと思うんですけど。そうですね、はいはい、知ってますか。知りませんなんかフォーマチックプラスだと基本あれなんですよね、リア駆動、うん、で状況に応じて50対50になる、うん、あ、そうなんですか。らしいですよ。へー、はい、なんか一部車種を除いてるらしいですけど、まあ、基本的にはリア駆動の50対50にできるシステム、うん、はい、でなんかドリフトモードとかついてる、その63とかだともう完全にリアに触れるっていう、はいはい、そういうことなんですね。そういうらしいです。だからドリフトモードついてるんですね。だ普通のプラスがない方は基本的に4駆、うん、はい、で状況に応じてらしいんですけど。なるほど、そんな違いもある。さすがツッチ。いやいやいや、ちょっと今回予習してきたで車横に行くと、もう天井も割と低い感じしますよね、うん、そうですね。で窓のこの小ささがすごく強調されてて、うん、そう、はい、後ろまでここ、こんな長いですからね、うん、ねえそうそうそう、今こうツッチの手を見ながらこう、はい、よくよく見たら長いと。なんかこの何ていうんですか、この C ピラーがすごく細く作ってあるというか、うん、はい、本来だったらこうなるじゃないですか、うん、確かにそうですね。ここがすごく長く作ってあって、ね、うん、本当にデザインがよくできてるなって感じしますよね、はい、でサイドスカートなんかもちょっと63と一緒の違う、うん、はい、はい、そうですね、ちょっとスマートな、はいはい、サイドスカートになってて、うん、後ろもまたこれフェンダーが、そうなんですよ、これね、よくよく真横から見ると全然わかんないんですけど、そう
前とか後ろ斜めかとか見るとすごいんですよ、この膨らみ、抑揚が。別のメーカーで例えて正しいのか分からないですけど、なんかパナメーラみたいな、それぐらいこうグワッてこうリアが出てる、うん、はい、そして後ろも同じデザインのホイールで、うん、いいですね、いいですね。ちょっとこの AMG のロゴも、はい、いい感じです。はい、はい、で続いてリアに回ってくると、リアがちょっと2ドアと衣装が似せた感じで、はい、ね、なんか GT だなっていう感じしますね、後ろ見ると、はい、はい、ただこううまくデザインしたって本当になんかこう、うん、なんですか、こう凹凸がないというか綺麗なまとまってます。そうなんですよ、はい、すごくラインがいいですね、はい、でここの辺のパネルもかなり傾斜ついてて、うん、すごくこうなんかね、こう不思議なんですよ、よくよく見るとこうなんですか、このナンバーのつくナンバーベースのところ、ここがビュー、なんかこういう形状って少なくないですか今まで。あ、確かに、なんかまっすぐで、はい、でここにバンパーセンサーついてて、はい、なんかね、よくよく見ると確かにあんまり他の車でないデザインです、ね、ないですよね、はい、うん、でマフラーはしっかり4本出しで、はいはい、ちょっとこのエンジンのスペックを知っちゃってると4本出しちょっと大げさかなと思っちゃいますけど、はいはい、ちょっとこのしっかり AMG の刻印も入ってて、うん、そうですね、なんかこの辺のディフューザー形状もしっかり、うん、はい、レーシーな感じになってて、うん、抜かりない感じですね。抜かりない感じです。あのスタイル、なんですか、デザイン自体はすごくいいと思います、うん、であとはこの出てくるタイプのウィングと、はいはい、あとちょっとトランクで触れますけど、うん、このゲートごと開く、そうですね、はいはい、そんなリア周りになってます、うん、はい、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。中がこれまたおしゃれなんですよね。そうなんですよ、これいいですね、これかっこいいですよね。結構今メルセデスみんなこう共通性のあるシートとか、はい、メーターとかデザインですけれども、うんうん、はい、はい、結構バリエーションなんかもあって、そうですね、この茶色と、うん、これ黒ではないですかね、これは黒ですね、真っ黒っていう感じではないです、真っ黒って感じではないです、ちょっと黒に近い、そうですね、そんな感じですね、墨色に近いような、はい、ちょっとそのコンビのシートで、うん、これおしゃれですね、いやすごくかっこいいと思いますね、この外観の真っ黒黒な感じと、うん、この中のおしゃれな感じいいですね、いいですね、はい、うん、でドアから行くとちゃんとこのステッチもその色になってるんですね、なってます。でまたいいのがこのウッドのパネル、そう、このパネルがこれいいっすね、うん、そうなんですよ、オープンフィニッシュのこのちゃんと木目もこう、はい、うん、はい、出てる、そうなんです。でブルメスターもしっかり、はい、はい、いい感じです、うん、そしてダッシュボードなんかも全部レザーなんですね、レザーですね。で同じようにウッドのパネルもついてて、はい、うん、はい、そしてシートはこのダイヤモンドステッチの、うん、だから全体的にパッと見た時にこうシートの色とスイッチ類の色となんとなくこう統一性があるというか、なんていうんですか、まとまってるっていうか、まとまりいいですね、そうなんですよ、そんな内装になってます、うん、はい、そしてシートの背もたれのところですね、はい、青くなってるのはこれ養生で、そうですね、はい、はい、青くなってます、うん、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、よいしょ。これ気になるところとしては、はい、これだけ低い、うん、このスタイリングじゃないですか、はい、なんですけれどもこの意外に普通というか、うん、そうなんですよ、はい、窮屈さを感じない、うん、はい、室内になってます。それが効いてるのがこのシートが結構効いてますよね、そうですね、はい、かなり低く、うん、はい、なってる気がします、はい、うん、はい、でシート自体はもうこれは安定のメルセデスの、はい、AMG のシートなんです、そうですね、はい、でステアリングもこんな感じで、うん、若干 D シェイプですかね、はい、はい、で4353はこのパンチングの、うん、はい、握るところになってて、はい、センターもこんな感じで、そうですね、はい、でこの辺も全部共通ですもんね、全部共通です、はい、メルセデス共通です。そしてこのでっかいモニター、うん、はい、メーターがついてて、はい、はい、でこの辺のコンソール、うん、藤川さん知ってました、はい、これなんか V8 をイメージしてるらしいですよ、へえ、はい、違ってたらすみません、そういう風に書いてるところがありました、うん、ありました、はい、でもそうで言われると確かにこう分かれてて、うん、1234、1234だなと思って、うん、じゃあなんで V8 なんですか、ね、一応トップグレードが V8 だからじゃないですか、ああそうなんですか、はい、はい、らしいっす、はい、そんなデザインになってでこの辺ドリンクホルダーと、まあ、この辺も全部一緒ですね、そうです一緒です、一回りはもうこの辺使い勝手には困らないんじゃないかなっていう、はい、はい、うん、でこの辺奥にちょっと小物入れとドリンクホルダーありますね、でこの辺が AMG の、はい、
エンボスがしっかり入ってて、うん、はい、このシフトノブがいいですね。いいですね、うん、これ嬉しいですよね、はいはい、うん、そしてこんな感じで、はい、小物入れもついてます、はいはい、そしてピラーは全部このアルカンですか、これ。これアルカンですね、はい、アルカンのピラーで、うん、はい、あ、いいですね、バイザーもアルカンでございます。そうなんですよ、綺麗な感じですよ。ちょっとバイザーソムリエなんで僕はい、はい、そしてルーフはこれちょっとルーフ低いのも、うん、このサンルーフがついてることによって、うん、こうさらにこうなんていうんですか、気にならないというか。ああ、そうですね、はい、でも似てる系統、メルセデスの中で似てる系統といえば当然 CSL じゃないですか、はいはい、初期の CSL とかツッチー分かってると思いますけど、はい、ヘッドクリアランス狭いし本当圧迫感があったんですけど、あーごめんなさい、 CLS 現行の CLS、まあ、この GT も圧迫感がすごく少なくなりましたよね、はい、うん、もう一番初期のやつなんてだってリアの窓とか超ちっちゃくて、超ちっちゃいですよ顔出せないですよ、はい、大人が。まあ、でもかっこいいから OK かなっていう、そんな感じだったじゃないですか。そう、スタイル優先だったんで。ちゃんとでもこの空間、うん、はい、犠牲してないですよね。してないです。今回と言ったらおかしいですけど、やっぱりその辺はメルセデスしっかり学習してるので、しっかり作り込みができてますね。フロントのこの視界も全然、うん、はい、すごく良好です。僕本当に4363乗せていただいたんですけど、うん、めちゃくちゃ運転しやすいんですよ、どっちも。そうでしょうね、はい、本当になんかこう戸惑わない、うん、はい、あーとかないんですよ、うん、こんだけこう車5メーターオーバーで、うん、幅も1950あるのに、うん、あーとかなんないんですよ、うん、はい、もうそこは多分安定のメルセデスで、はい、僕ちょっとこの最初にこの車乗った時にもっとラウンドしてると思ったんですよ、内装っていろんなところが。そういうスタイルじゃないですか。で見たらダッシュパネルがほぼほぼ直線基調なんで、これはねものすごい視界もいいし運転しやすいだろうなと思います。見るからに僕の視線ってこんな感じで、もう本当に、うん、なんていうんですかね、なんかすごくバランス取れてるんですよね、うん、この窓の感じとかダッシュボードの感じとか、はいはい、本当にマセラティとかの方がよっぽどこう、うん、あーってこうなります、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 うん、全然そういうのがね、めちゃめちゃ運転しやすい、うん、そんな車になってございます。そしてちょっとオンにしましょうか、はい、はいはい、メーターはこの辺は、うん、まあ、このモデルと共通なんですけども、このオープニングがしっかり GT になってて、はい、うん、この辺の表示も全部変えられるんですよね。そうです。僕スーパースポーツが好きなんですよ、あーミーハー野郎なんで、はい、どうでしたっけ、あ、これだです、はい、これでこんな感じで、はい、これか、はい、こんなのにできたりとか、うん、はい、この辺の表示とか、はい、この辺もナビ、はい、メディア関係、うん、プラス、うん、カメラもカメラになります、うん、なんですか、かけないってあるんですか。あ、多分そうだね。うん、はい、この辺今ドアが開いちゃってるんで使わないですけど、はい、うん、はい、サラウンドビューと、はい、しっかりついてて、あ、これが使えるんですかね。そうですね、はい、こんな感じで、はい、うん、はい、まあいいですね、見やすいですね、はい、だから運転しやすいのもそうなんですけど、この支援系ももうメルセデスの場合抜かりないじゃないですか、うん、そうですね、本当に誰でも、うん、僕みたいな運転下手くそ野郎でも、はい、戸惑うことなく、はいはい、乗れちゃうという。確かにね、いや素晴らしいです。素晴らしい、はい、そしてグローブボックスは、うん、はい、はい、恒例のパフュームアトマイザーがしっかりついてて、はい、はい、しっかりついております。 ETC もそっちですよね。はい、そうです、ここに ETC ですね、はい、はい、いやーシートがいいです。シートいいねこれね、うん、すごくいいです。ペダルなんかも、はい、自然なレイアウト で、うん、はい、で左ハンドルだとあれなんですよね、フットレストが確かちょっと、うん、右ハンドルになると確かちょっとフットレストがちっちゃかった気がするんですよ、はい、ですよね、位置が悪いんですよ、ですよね、ちょっと それはもうしょうがない、もうしょうがないと思います、はい、はい、そればかりは。で左ハンドルの方がちょっとフットスペース的にはかなり有利かなと、うん、はい、はい、うん、この内装になってます、うん、はい、じゃあ続いて後ろ見てみたいと思います。後ろこれすごくないですか、うん、なんかこうワイドボディにした車ぐらいこうなんか幅ありませんここね。なんかこううちのメルセデス担当マガーさんが言ってましたけど、はい、なんかここを結構こうすることで剛性が取れるとかっていう、うん、リブをこう作って、そうですね、こんなにこんなに出てる車もないですよねそして後ろは
あれこれもうほぼ未使用に近い感じですかね。あ、未使用です。なるほど、はい、シートベルトもちゃんとカバーがついてて、はいはい、同じようにグルメスターがついてて、うん、シートヒーター、はい、後ろも乗っちゃっていいですか。いいですよ、はい、ちょっと後ろ乗ってみたいと思います。よいしょ。あ、さすがにちょっと後ろのここの低さは感じます、うん、感じますね、はいはい、ただ入っちゃうと、うん、意外と普通です、はいはい、ここは感じますよ確かに。そうですね、はい、ただここは全然十分、うん、はい、だってこれだけ切ってあるんで、ほらこれすごいですね。すごいでしょ。どのぐらいですかね。5センチぐらい、5センチぐらいあるかな、はい、だからちゃんとルーフが上に上がってる。ザコーマックスの土安心な車ですよ。そうですよ。僕が座って普通にこう姿勢よく座っても、うん、ギリギリつかないぐらい、うん、はい、そして後ろはもうこの辺が本当にすごく、うん、はい、広いよね、ここの視界が。そうですね、うん、ただこうヘッドレストがでかいんで、うん、前はほぼほぼ見えないです、ね、はい、こっちはいいですけど。そうですね、はい、で後ろの装備としては先ほどもちょっと触れましたけど、シートヒーターとエアコンが、うん、はいはい、構造に一応そうです、ね、なってるんですね。なってますね、はい、うん、でこの辺が、はい、シガー関係が、はい、うん、USB が付いてて、はい、そして、うん、アームレストが、うん、ストがやっぱりと、はい、こんな感じでコモノイデと、うん、はい、ドリンクホルダーですね。ドリンクホルダーが2つ付いてると、はい、はい、です。後ろのクリアランス的には本当に全然、うん、まあ、広くはないですよ。広くはないですけど全然十分ですね。十分ですね、足元は。でもヘッドクリアランスが表から見るより狭いなっていう。あ、まあ、しょうがないか、サンルーフついてるし。ちょっと座面がちょっと高いのもありますね。それもあるね。意外と座ってみると座面高いよね、はい、これね、うん、全然窮屈ではない。そうですね。そしてさすが 5m あるだけあって、うん、前がそうなんですよ、割とゆとりがあります、はい、シートもちょっと工夫されてますもんね、うん、形状も、うん、はい、なんかさ、これ見てるとすごい細くない、ここ。細いです、ここね、はい、だから後ろの人は圧迫感あんま感じないです。だからこの視界が広いし、はい、こっち抜けてるし、ただヘッドレストがどうしても前面に来ちゃってるけど、はい、そんなに違和感はないですね。そうそう、うん、はい、そして後ろのこの視界的には、うん、ちょっとこう寝てる分、はいはい、少し狭いですかね。そうですね、はい、うん、こんな感じで、はい、はいはいはい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、これ足で開けるやつもついてるってことついてますね、はい、こんな感じ で、うん、で当然リモコンでも触っても、触って開けるときはここですよね。はい、はい、レバーついてますんで開けられます、うん、そしてもうトランクはもう十分以上、十分以上ですね、はい、これは完全にゴルフ行く車ですか。はい深さもあるし、何よりこの開口部が大きいんで。そうですね、圧倒的なこの利便性、はいはい、ハッチバックスタイルですからね、はい、でちょっとここの高さはありますけど、うん、はい、まあ、持ち上げさえしちゃえば、うん、はい、別に大人が違和感ある高さじゃないので。そうですね、はい、そして中この下もちょっとあれですかね、うん、そうです、はい、あ、定番のコンテナと。そうです、はい、カゴネットとでファーストエイドキットが、はいはい、少し入ってると。そしてシートも倒せるんですもんね。そうです、はい、じゃあやっぱり使い勝手最強ですよ。あ、これはすごいと思いますよ。なんかほぼほぼステーションワゴンみたいだよね。そうですね、うん、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。はい、こんな感じで、はい、でエンジンがなんかこう見た目からいくとこう V6 とか V8 ぐらい積んでるかなと思いきや、思いきやなんと直六。そうです、はい、なんかヘッドカバーもなんかちょっとそれっぽく作ってありますよね。そうですね、うん、で直六っていうのはなんかかなり久しぶりの新設計らしいですよね、はい、そうです。1990年後半ぐらいに直六が一旦こう止まって、はい、かなり久しぶりの直六っていう。そうですね。でなんか作ってるのが F1 のなんかエンジニア関係の人が関わってるらしいですよ、あ、そうなんですか、はい、それは知らなかったです。この間東京店で何かツッチーと動画撮影している時にちょっとそんな話したんだよね。これからベンツも直六に戻ってきたしとかいろんな、ね、話をしましたけど、やっぱりあの普通の流れでいくと、まあ、トップグレードが V8 じゃないですか、63で、はい、普通の流れでいくと V6 に行きたいところなんですけど、はい、やっぱり環境負荷とか、あ、はい、部品定数がどうしても増えていっちゃうじゃないですか、はい、あとその技術的にこう革新技術がいろいろ出てきてるんで、うん、こう直六のデメリットが消せるというか、消せると。
でなんか直録になってるらしいですね。なるほど、はい、で本来だったら直録そのままで作っちゃうとかなり長さが出るんですけど、はい、なんかそのボアをちっちゃくして、うん、ストロークを長くして、あ、はい、で幅を詰めて今まででいうとこ そのなんか5気筒分ぐらいのスペースで6気筒にしてるらしいですよ。はでそういうエンジンにしちゃうといろいろこうなんかこうトルクの面とか燃費の面とかでできちゃうんですけど、この車の場合ターボと電動のスーパーチャージャー、うん、そうですね、あと ISD、うん、はい、三菱電機のあれですよね、はいはい、をつけて、うん、なんかその効率化と、はい、パワーを補ってみたいです。なるほど。ただ僕これ43は乗ったんですよ、はい、残念なところはこう排気音だけ。あ、そうですね、はい、トルクモリモリでめちゃめちゃ乗りやすいんですけど、うん、音はちょっとどうしても、うん、63特に乗った後だと、うん、うーんって感じますよね。あ、その辺はちょっと乗って、はい、体感してみたいと思います、はいはい、だからもう本当になんかいろんな技術が、うんうんうん、はい、電動スーパーチャージャーもあんまり馴染みがある感じじゃないじゃないですか、うん、そうですよね、はい、電動スーパーチャージャーこれあのエンジンとミッションの間に入ってるなアシストじゃなくて、それ違ったか、それ ISG、 あ、ごめんなさい、それは ISG か、はい、でなんかそれをつけることでなんかベルト周りをもうごっそりなくしてるみたいですね。ああ、なるほど、はい、全部電動にして駆動ロスをなくしてでなんかそのやってるとかって。なるほどね。でそれつけることでなんかそのクランキングのなんかその何ですか、その振動とかもほぼないとかっていう、ダイレクトにこうエンジン回してでアイドリングもめちゃめちゃ下げられるんですよね、うん、520回転ぐらいまで。あ、はい、確かに。でもクランキングの振動とか、あ、今セル回ってるなみたいな感じってほぼほぼないですからね、はいはい、こういわゆるこう後付けのアイドリングストップの車みたいな、うん、ああいう振動ないじゃないですか。そうですね、なんかいつの間にかかかったっていう、そう、はい、うん、そんな感じのエンジンルームになって。なるほど、はい、今回いいですか、開けなくて。開けたくなるよねなんかでも開けてもなんかこれなんか面白そうな雰囲気がないんだけど、はい、でも一応こっち側が吸う側でこっち側が定番のその排気側で、はい、かなりいろんなギミックが入ってるんですよ。はい、じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。お願いします。はい、行きましょう。行きましょう。初号さん、やっぱり音だけなんですよね僕。うん、音だよね。まずこのエンジンかけた時の、はい、キュキュキュブーンが欲しいんですよ、はいはい、アホなんで。どうですか土方先輩は。あ、なんかもう運転してこう何ていうんですかこう、うん、僕と土方さんでよく乗るこう何ていうんですかマクラーレンとか、はいはい、なんかちょっとこう極端なスポーツモデルと違うこの、そうだよね、感じですよね、うん、はい、ただ僕撮影で乗らせてもらった時は、うん、もう本当にこんなに運転しやすいこんなに大きい車があるんだと思って。そうですか。結構カルチャーショックだったんですよ。はい、なんかもう全てなんかこう自然じゃないですか。うん、はい、あれそうでもないですか。そういや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 自然というか、はい、あの想像以上に、はい、あの視界がいいです。あ、ただドアミラーの位置は僕好きじゃないですね。あ、なるほど。悪くはないですけど、はい、なんかもうちょっと外に出てる方が、はい、ボディにちょっとデザイン優先でこっから生えてる感ありますよね。そうなんですよ。ちょっとそれがなと思っちゃいました。このピラーからじゃなくてドアからですからね。そうですね、はい、ただ本当にこう乗りやすい、乗りやすいですね、はい、うん、確かに左ハンドルでこの車幅の車っていうその違和感は全然ないです。感じないですよね。感じないです。2メートル近くある車幅の感じがしないんです、うん、そうですね。
だから僕撮影で本当にその初めて乗らせてもらった時は63乗らせてもらったのかな、はい、もう全然普通に乗れちゃうなと思って、うん、なんだったらもう C63 の方がなんかちょっとフェンダーの張り出しとか気になってちょっと確かにね大丈夫かなとか思っちゃうんですけど、うん、そして気になる走りは結構硬いとかって言われるんですかこれ。硬いですね。これ硬い硬くないな。今スポーツ、はい、プラス S プラス今 C にしました。はいはい、いや硬くないですね。なんかでも昔のっていうか世代をこう、はい、新しくなるんですね。だんだんちょっとこう硬い傾向にあるんですか。いやそんなことないと思いますよ。ですか。はい。なんか結構こう硬いって言われること多いみたいですよ。この車ですか。はい。ただ僕は残念なことにノーマルの車高の頃に乗ったことがないんで。ああそうですか、ね。はい。今初めてこうノーマル車高の53というか AMG GT に乗りました。はい。はい。どうなんですか。当然 GT といえば2ドアで出てるじゃないですか当初、はい。その時の初めて乗った時は硬いなと思いましたね。でもこれ今乗った感じでは全然感じないですけど。ただでもいわゆるエアサスみたいなエアサスのふわふわ感とかっていうのはだいぶ抑えられてないですか。なんか。そういった意味では、はい、うんいいと思いますね。でも硬いとは思わないですよ。で普通に乗れちゃいますよね。あ全然普通にいい感じだと思います。でまあ先ほど触れたちょっとモード切り替えもしっかりこの辺ついてて。うん、はい。はいウィングの出し入れとアイドリングストップと、うんはい、アイドリングストップは保持しましょう。はいそうですね、はい、じゃあちょっとアイドリングストップどんな感じでするのかだけじゃ止まるかどうかわかんないですけど、うんはい、だから520回ってのは、うん、アイドリングですね、はい、アイドリングしてる感じじゃないですもんですよね、はい、だからストップしてもしなくてもあんまり変わんない気がしますね、はい。あとこの音なんですよね。音寂しくないですか。寂しいですね音がね、はい、またこのしょうがないって言えばしょうがないんですけどこのボディからこの音が出るから余計寂しく感じちゃうんですよね、うんはい、もう一回ちっちゃい車だとこれでいいんですけど、うん、でましてや63もあるじゃないですか、はい、一応ドロドロ言うじゃないですか。そうですね。それと比べちゃうと、うん、やっぱり音だけなんだよなと思って。ただもう速いし乗り心地いいし、うんうんでも便利じゃないですか荷物もそうですね。最強だなと思って。最強ですね確かに。衝撃を受けました僕、うん、いいなぁ。そして今回の車中がめちゃめちゃおしゃれなんですよ。いいですねこれね。いいですよね。ちょっとこの光がまたいいんで、うんはい、ちょっとピッと暗くしてインサート入れられたらインサート入れたいと思います、はい。いかがですか走りの方は。走りの方はなんかなんていうんですか乗りやすいエンジンですね。癖ないですよね。癖がないです。どこからでもそう加速できるというかフラットに加速する。そうフラットに加速します、はい、言い換えてしまうと面白みがないです。あただそれはまだ踏んでないんで、うん、ちょっと何とも言えないんですけどさすがにこうハイブリッドで、うん、スーパーチャージャーついてて、うん、ターボで、うん、なんで どの特性もないというか、うんはい、もう本当にニュートラルな感じに、うん、僕は43乗った時はすごく感じたんですよ。これなんだこれと思って、うん、どっからでも踏んでいけるし、うんうんうん、ブレーキ効くしエンジン特性でいうと、はい、例えば、はい、ターボだとか、はい、スーパーチャージャーとか、はい、いろんなこのなんですか下級機ってあるじゃないですか、はいはい、その特性を良くも悪くもこう操作してしまってるのかなって今なんとなく思いましたけど。なるほど、はい、これでも確かに乗ってワクワクする感じとか楽しい感じとかっていうよりかは、うんうん、なんかよくできてるなっていうそうですね、はい、感じですよね、うん、なんかあ止まりましたね。あ止まった。さすがにでも止まると静かっす、ね、静かっすね、はい、でもアイドリングしててもほんと静かっすよね。いや、 いやアイドリング普通のアイドリングもすごい静かです、はい、
そんなにいいの？本当にいいんですよ、僕。これだ、これだなと思って。いや、ちょっと違いますよ。その、趣味で欲しい車とじゃなくて、はいはい、家にこれあったら最強だなと思ってます。買いますか？買いたいっすよ。はい、で大台超えてるじゃないですか。本当ですよね。こう、やっぱり僕2台持ちって、なかなかこう、なんですか？うん。余裕ある方であれば、はい、2台持ち、3台持ちっていうのが多分理想だと思うんですけど、うん、はい、なかなか普通の方で、こう2台持ち3台持ちって難しいじゃないですか。簡単にはいかないですよね。ですよね、はいはい、そうなってくるとやっぱりこう、うん、家族も乗れて、うん、荷物も詰めて、うん、燃費も良くて、はいはい、でそこそこ走りも良くて、うん、はい、これだなと思ってたんですよ。あ、はい、確かに、はい、もうステーションワゴンでもいいんですけど、やっぱりスタイリングで言ったらやっぱりセダンとかクーペの方がいいじゃないですか。そうですね、はい、でやっぱりこう趣味性の強くなればなるほどこう、うん、エンジンもやっぱりこうちょっと大排気量になって、はい、うん、燃費も悪くてなっちゃうじゃないですか、うん、そうですね。本当にマフラーの音だけちょっと自分の中で納得できれば、うん、この車だなと思ったんですよ、うん、ただまあ欲しい車で言ったらまたちょっと走りの車の方が僕ちょっと興味ありますけど、はいはい、なんか感覚なんですけど、はい、この車ってタイヤが硬くて、はい、ホイールが重いって感じがします。あ、これ乗り心地は悪くないですよ。すごい乗り心地すごいいいですよこれ、はい、柔らかいですよ僕の中では。それは個人差ありますよね、うん、はい、でもさっきからこう足はずっと動いてるんですけど、はい、下がバタバタしちゃってるんで硬く感じるんですよね。あ、決して硬くないです。なるほど、はい、なんかでも今そのよりこうエンジンを効率的に使うためにいろいろ補給類を全部電動化したりとか、はい、この車もそうですけどベルトなくしたりとか、うん、はいはい、積んでるみたいですよね、うん、いやもうなんていうんですか、技術、はい、すごいですよね進歩が。だからウォーターポンプが電動化始まってパワーステも電動化されて、そう、ね、そう、どん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 いろんなところが進化されて、エアコンも電動になってそう、そうで今知ってます、一番こう最先端というかだと何でしたっけ、うん、バルブエンジンの、うん、があれなんですよね、電動っていうか、うん、そんなもんだ、それの移動になるらしいですよ。要はカムを駆動するその機械ロスがなくなるんで、はい、エンジンの効率がめっちゃ良くなるらしいですよ。なんかハイパーカーかなんかでそれ今採用するためにやってるんだから、やったの車があるんだからなんか言われましたよ。そうするとまたなんかちょっとモーターと違う未来が開けてくるなみたいな、うん、そうですね、はい、でもそんなにメーカーいろいろ頑張って開発してるのに、はい、ガソリンなくなっちゃうんですかね、ガソリンエンジン。もうだって間もなくじゃないですか。本当なんですかね。どうなんですかね。まあでもここしばらくは、うん、まあ、加速はすれどなくなりはしないですよ。あ、そうでしょうね。で何でしたっけ、カフェ規制だか、はい、何でしたっけ、メーカーごとの、ああ、そうですね、平均燃費の、はい、うん、はい、そうですね。で今それでテスラがもう爆売れらしいですよ。爆売れというか何ですか、うん、その枠をいろんなメーカーが買いまくってるらしいですよ、テスラの枠を。ああそう、はい、テスラってもともとゼロエミッションじゃないですか、はい、はい、うーん、だからわざわざその今からなんかその燃費のいい車開発して、うん、その趣味性の強い車を作るんだったら、うん、テスラの枠を買って、うん、その自分たちのその車を作り続けた方が効率がいいからって、テスラの枠をもういろんなメーカーが今買ってるって話ですよ。なるほど。で総資産だって今1番になったんでしたっけ、うん、そうです、3番から1番だったんですよね、はい、イーロン・マスク、うんうん、だからもうなんかちょっとその新しい未来がこの GO3 で僕ね、感じました。ちょっとなんかでもどうなるんですかね、アップルが車みたいですね作るじゃないですか、あとヒュンダイと提携するしましょう。あ、そうですね、はい、あと中国のバイ、はい、バイなんだっけ、バイドゥ、はい、なんだっけ、なんでしたっけ、バイドゥですね、はい、確かあれが、はい、Gリーグループと提携するとか、はいはい、しないとかっていう話があって、だどん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 こうか、そういった意味では加速していくでしょうね、うん、その EVだったりとか、すべてなんていうんですか、自動運転化される今後電気自動車っていうのも加速しながら、あと数年後には実用化に入ってくるんだと思うんですけど、
まあ、その一方でやっぱりこう楽しみたいっていう人もいますし、そうですね、うん、まあ、僕もツッチーもどっちかっていうとあの古い人間なんで、そうですね、ブオーンって言った方がブオーンってやりたいんですよはい、そうですね、そっちの人間なんで、電気は電気で面白いの出てきそうですけど、いや、多分メーカーもそのまんま、はい、ただエコに走るだけには終わるはずがないので、はいはいはい、その辺が楽しみですよね。またまた、あとその中国のその車に対して日本人こう馴染みがないじゃないですか、はい、だからちょっと大丈夫かなっていう方がほとんどだと思うんですよ、うん、ただ今そのヨーロッパの BM とかメルセデスとか作ってた技術の人たちがこう、はい、中国に今ものすごい入ってるんですよね、うん、そうですね、はい、うん、だってそのバイドゥと、ね、はい、協力するであろうそのGリーグループだって傘下にボルボを持ってたりとかそういうね、グループ持ってますんで、だからヨーロッパの地も入っていくでしょうし、これから今後またそういった意味でも楽しみですよね。ボルボすごいですよね、うん、乗りました、あの在庫の車。何在庫のあの XC90。 あ、乗ってないです。すげえっすよあれ、ビビりますよ、はい、これと思って。なんで、いやもうなんか今までに乗ったことない感覚するんですよ。もうテスラに乗った時ぐらい衝撃でしたね。本当、はい、なんだこれと思って。あれも2リッターかなんかしかないんですよね。そう、はい、うん、そうなんですよ。またなんかこう国産のなんかハイブリッドと全然違うなと思って、うん、トルク感あるし静かだし、そう考えるとなんかこのメルセデスのって結構すごくこう、まあ、音はあれですけど、うん、なんかちょっとこうちゃんとこう演出してるというか、そうですね、はい、わーって回してる感じもあるしちゃんと、うん、はい、確かに。でも全然いいと思うんですよね僕、うん、でもね、こう内装の作り方とかなんかこう雰囲気がものすごく落ち着いてていい感じです。いいっすよね、うん、ウッドがいいですね、はい、静かだないや本当静かびっくりするぐらい、そのスタートアイドリングストップからのスタートの時の、はい、で、あのセルのクランキングの音なんてしないし、これなんか 48V なんですよね。そう、はい、システムが、うん、システム電源が知ってます。そであれですよ、三菱電機らしいですよこれ。それは知らなかったです、はい、三菱電機製らしいです。うーん、 48V システムです。うーん、なんか電圧が 48V の方がなんか効率いいんですよね。うん、12V であれこれをやるより、うん、はい、だしっかりその日本の技術も、はい、詰まってて、もうだから普通ですもんね。普通、はい、いや別にあのアイドリングストップからエンジンかかってるよりは思えないです、はい、で結構みんなその振動が嫌で、はい、切るじゃないですか。はい、はい、だからもともとこの仕組みなんて、うん、ほぼそれはないっていう。そうですね。で今回のこの車についてる急速オートマも、うん、なんか今みんなメルセデス急速オートマじゃないですか、はい、これはこれ用にちゃんとチューニングしてあるらしいですよ。そうなんだ、はい、だからそのまま流用じゃないって話です。あのすいません、なんとなく口数少ないんですけど、はい、なんかこうゆったりできます。あ、で飛ばして速いし、うん、シートいいし、なんか出来が良すぎちゃう。そうそう、出来が良すぎちゃう、はい、多分あの、まあ、そんな人いないだろうけど、はい、これ多分そこそこ攻め込んでもなんかいいんだろうなっていうのが分かります。車としてバランスすごいいいなと思いますもん、乗っててなんか全然こう道路の幅の狭さを感じないんですよ。すごく乗りやすいです。これはでも売れますよね。いや売れますね、これはね、いい車ですよ。まあ、タイミングもあってドイツでもめちゃめちゃ売れたらしいですからね、うん、あ、そうなんですか。その S クラスがちょっとその出るのが、うん、はい、ほとん去年出たんでしたっけ、うん、はい、でそのタイミングもあって、うん、その S からこれに乗り換えた人が相当多かったらしいです。あ、だブラバスに行った時もこれめちゃめちゃ入ってますよ、うん、あ、そうなんだ、はい、へえ。だからもうみんな S の人が次 S 買うのにこうつなぎでというか、うん、はい、買うっていう、一番新しいメルセデスだし、うん、はい、っていうことらしいですよ。あ、なんかね、もうよくはその体感、あまり体感した時なかったので、経験した時なかったので、このシステム、このエンジンのシステム自体がどうなんだろうっていう気持ちはあったんですけど、やっぱこう乗ってみると
改めてすごいメーカーだなと思いますね。すごいですよね。はい、すごいと思います。このあのマフラーの音だけどうにかしたいです。いや本当っすね、うん、そこだけなんですよ。そう、逆にあのそこの なんていうのかな、こうだダメって言ったらあれですけど、はい、もうちょっとなんとかなれば、逆にもうちょっと静かな方がいい。むしろ音いらないぐらいです、はい、この車だったら。あれスポーツプラスにした時だけ直感にしちゃえばいいのにって思っちゃいます。はい、ドライバー交代です。行きましょう、行きましょう。っていうか、うん、すいません、あの今まで乗った43乗らせてもらった6343が車高単すぎて、はい、うん、ノーマル車高こんなに乗り心地いいかと思ってびっくりしました。乗り心地いいでしょ。いいです。だからめっちゃいいです。全然いいと思います。いやいや、ローダウンした車も全然普通に乗れるんですけど、はい、さらにこう普通に乗れちゃうという、うんうん、改めてオリジナルの状態でね、はい、乗ると、はい、もう本当に僕53ちょっと予算がいけるんだったら、うん、はい、ちょっとクラシックにして行きますか。はい、いや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 、ちょっと、はい、家買うぐらいの決断になっちゃうす。あ、そうなんですか。はい、いいな、うん、ちょっと僕の中の評価はめちゃめちゃ高いですよ、これ、うん、はい、アンビエントこれ色が出てますね。出てます、出てます、出てます、青で、うん、はい、うーん、早い、うん、早いしトルクあるし、あ、やっぱり43より全然パワーありますね。あ、全然違いますか。全然違います。へ、43も全然十分ですよ。十分だよね、43はね、あのエンジンは確かに、はい、うん、ちょうど43乗らせてもらった時は、はい、東北道をちょっと撮影でこう高速乗ったんですよ。むしろ全然もう早すぎるなと思ったんですけど、はいはいはい、さらにそれよりこうトルクフルというか、うんうんうん、あ、ちょっとその足はちょっと分かりました、うん、こう細かい振動のこう拾い具合は、うん、ローダウンしててもしてなくても一緒ですね。この今のこのゴーゴーっていう、うんうん、だ全体的なこの車のキャビンの動きはゆっくりなんで、うん、別に乗り心地が悪さは感じないです。そうですね、うん、またすごいのがこの長さとこの幅なのに全然感じないんですよ。そうですよ、本当に何度も言うようですけど、うん、本当に、いいな。ちょうどその時右ハンドルと左ハンドル2台あって、うん、はい、2台こう両方鳴らしてもらう機会があって、いいね。なかなか乗り比べさせてもらう機会ないじゃないですか。ないですね。めちゃめちゃありがたいなと思って、うん、でも右に乗っても左に乗っても全くなんか感覚的なものは一緒だったんですけど、うん、ペダルだけちょっとフットレストだけ確か右の方が狭かった気がするんだよな、うん、確かそう、そうなんですよ。でも絶対乗るんだったら僕左ハンドルだなと思って、うん、はあ、その辺もしっかりついてて、お、ダイナミックシートオフになってましたね。そういうことですか。はい、はい、されてくれないと思ったら設定があって、そうですよね、もうこれ、いや、触ってるだけで楽しい、はい、いいですね、うん、でまた左ハンドルだとこっちが利き手で操作できるんですよ。そうですね、うんうん、またメルセデスこれ使いやすいですからね。使いやすいです、うん、いい感じです。うん、ちょっといつもみたいなこうリアクション芸がなくて大変恐縮なんですけど。いや本当だね本当それがいやいや、むしろあれだよね、はい、それがいい車って意味なんだよね。どうしてもですか、うん、なんかこう突出したものないんだけど、
高いレベルで。最近でもカメラマンにも言われるんですよ、うんうん、土屋さんバグってきてますよって。なんで？もう到底こう普通だったら買わないような車を、うん、こう撮影で乗らせてもらうじゃないですか。はいはいはい、だんだんこうなんか食べ物で言ったら舌が肥えてくるわけじゃないですけどああこうシートヒーターついてないのかとか、はい、言っちゃうんですよ。生意気になってきたんだ。生意気になってきた、はい、そうなんですよ。でもやっぱりさすがAMG ですね、間違いない。ちょっとモード切り替えをして、うん、この辺と個別にもだから、はい、そうですね、切り替えできて、うん、はい、こんな感じで、うん、あ、これシートヒーターついてますよね。ついてますよ、ついてますよね、うん、そこドアのところに。あ、これか、はい、あれ、メルセデス乗り慣れてないんで、そうですね、迷っちゃいましたね、今ね、はいはい、こっちだっけなとか思っちゃって紹介で確かこっちって言ってる、はい、あ、でもプラススポーツプラスにすれば結構それっぽい音しますね。そうですね、はい、この、うん、なんですか、夜間みたいなコードファントム EX っぽい音しちゃうじゃないですか、どうしても。そうですね、作られた、はい、これなんだよな、今ちょっとぽい音するかなと思ったんですけど、うん、はい、というわけで今回はボンドカーズ名古屋より AMG GT53 をご紹介させていただきました。はい、ブログなどでもたびたびお伝えしていますが、正直在庫車が足りないです。なので、はい、皆様の お使いになっている車買取の依頼ですね、どんどんお待ちしてます。高価買取頑張ってやりたいと思います。ノーマルでも構いませんし、カスタマイズされている車でも構いません。どんなお車でも構いませんので、お問い合わせいただければ買取査定の方をお伺いさせていただきますので、よろしくお願いします。そしてお問い合わせの方 もう電話でも、うん、メールでも LINE でも大丈夫です、はい、大丈夫です、まあ、いろんな方法でお問い合わせできますので、はい、お気軽に、はい、ボンド名古屋までお問い合わせください、うん、ぜひ。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。